今日から使える手話講座日時編です。初めて手話を学ぶ人も早速今日から使っていきましょう。今回は簡単な日時の表現を覚えましょう。午前、午後の2つです。ぜひ覚えて使ってみてくださいね。日時や時刻の手話は自分の体を中心、現在、ここですね、ここを現在として表します。まずは午前からやってみましょう。午前は時計の文字盤を意識して右手の人差し指と中指を揃えて額につけます。時計の12時のところになります。で、指を自分の右側の方に傾けます。これが午前の手話になります。ではもう一度やってみます。午前、午後は時計の文字盤を意識して右手の人差し指と中指を揃えて額につけます。先ほどと同じ12時のところですね。で、自分の指を左の方に傾けます。これが午後になります。ではもう一度やってみます。午後、ぜひ使ってみてください。簡単な日時の表現は日常生活でも使う頻度の高い大切な手話です。これで手話だよりを終わります。また今度お会いしましょう。